里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあキャンプももう始まりましたけど、はい、まあ、最近の話題で言うと、うん、はい、臨時コーチですね。臨時コーチ、はい、だから今年もね、うん、ロッテには松中さん、はい、で中日に立浪さん、うん、で阪神がジャイアンツの河合さん、はい、が臨時コーチで行くんですけど、うん、臨時コーチってどうなのっていう、はい、臨時コーチってそもそもどのぐらい何をするんです か、 だかキャンプの時だけ、はい、だから松永さんだったらバッティング、はい、まあ、立浪さんもバッティングでしょうね、うん、で河合さんとかだとバントとか守備の臨時コーチ、はい、そのキャンプ期間中だけね。あ、キャンプ期間中だけなんですか。決められたね。もうそれが1年間臨時コーチ、1年間の臨時コーチってないじゃん。だからそれはコーチじゃん、はい、そうですねそっか、うん、だその期間、期間、はい、キャンプだけなのかオープン戦までなのか、はい、その1次キャンプまでなのか2次キャンプなのか決められた期間の中の、はい、だからコーチ臨時でしてくださいみたいな、うんうん、だから俺も現役の時駒田さんとかも来て大松のファーストとか教えたりとか、うーん、なんかちょこちょこ来てたけどね、はい、でもそれってどうなの、意味あんのっていう。どうなんですかこれね、はい、意味があるかどうかは変わるんですよ。意味がないパターンもあるんですよ、はい、じゃあ大げさに言うと、はい、じゃあバッティングコーチにしようか、うん、バッティングコーチ、まあ、はい、守備コーチでもいいですよ、うん、じゃあ臨時で来ましたと、うん、で来た時によ、うん、一番大事なのって何か分かります。一番大事なの、もう一番大事なの、バッティングを教える上で、教えられる上で、だから臨時コーチに来る上でよ、はい、来る上で呼ぶ上で、うん、一番大事な要素、指導力、指導力、うん、もしくはその人の実績、はい、やってきたこと、はい、なんかこう教えられるものがどれぐらいあるのか、か大事と思うじゃないですか、はい、正直、うん、そこは2番目3番目に大事なことな、へえ、じゃあ何が大事なのか、1番目でも一番大事なのは、はい、監督、うん、その当該コーチ、はい、同じ理論なんですよねっていう、あー、なるほど、もしくは、はい、その理論に全部従うんですよねっていう、うんうん、もう仮によ、はい、呼んできましたと、うん、A さんという臨時コーチ呼んできましたと、はい、でB さんっていう元々のコーチがいますと、うん、反対の理論だったらどうするんですか。ああ、まあそうですね。そしたらよ、こうやって教えるわけよ、はい、臨時コーチだから。でも畑見てるじゃん、はい、そんな意味ないのになって思ってるんでしょ。はい、でもしかしたらその臨時コーチの期間が終わったらまた直されちゃう可能性もある。そうそうそう、だってやんないじゃん、はい、その理論に反目してるのに、うんうん、そんなんやっても意味ねえよって思ったらやんないじゃん、はい、臨時コーチの一番大事なのは、うん、まず監督コーチ、うん、チームが同じ理論、うん、もしくは、ま、何もないんで、はい、その理論に従いますと、うん、がまず大前提なの、はい、そうじゃないと、うん、進まないじゃん。そうですね。しか も、 もう臨時コーチの人にもう全部お任せします、のこの人をどうにかしてくださいとかだったら OK、うん、でもいなくなるんでしょ、はい、そしていなくなった時に、うん、次に大事になるのが、うん、同じ理論だった場合、はい、それをコーチも臨時コーチの人の指導を、はい、選手以上に学ばないといけないんですよっていう。あー、そうですね。だって見とかないといけないじゃん、いなくなった時に、うんうん、で見といてもよ、はい、その理論が分かってなかったら、うん、え、言ってること分かんない、え、いや、あーってなったらよ、はい、いなくなったら教えれないじゃん、うん、そうですね。で、どうですか、まずね、誰かさんに教えてもらったことやってますけども、うん、できてますかね、はい、うーん、いや、何教わったの、僕知らないしってなっちゃいますもんね、うん、できてるかどうか分かんない、うん、いいんじゃないみたいな、だから、うんうん、意味なくない、そしたら。そうです。だから選手も学ぶべきことあるけど、はい、だってね、まず来るってことは、うん、できてないから来るんですよね、はい、うん、もしくはその部分をさらに上に引き上げたいから来るんですもんね、はい、来てもらうんですよね、うんうん、ってなった時に、じゃあもう超一流の実績ある人に臨時コーチで来ないですよね、うん、はい、っていうことはまだ劣ってるから来るわけでしょ、うん、ってなった時に自分でそれを教わったことを確認して修正してってなかなか難しいですよね。やっぱそうなんですか。見てくれる人いるでしょ、うん、できてるかどうか、はい、頭と体がリンクするってなかなか難しいじゃないですか、うんうん、それがリンクできてるかどうかをチェックする人がいて、はい、それで、まあ、修正していくわけじゃないですか、うん、まあ、もしくは今だったらビデオとか撮ったりとかね、はい、しながら、それはでも自分で解決できたら、うん、そんな苦労ない話はないけど、はい、できないじゃん、うん、でも見る人が分からなかったら修正できないんだよ、はい、そうですね。まあ、でも臨時コーチが来てるそのじゃあ2週間1ヶ月なりの間に何か新しいものを得て、それがものすごくしっくりきて、あ、これで自分はやっていこう
ってなんか思える何か新しいものがあればいいですよね。そんな1ヶ月で上手くなんないよ。変わんないんですか1ヶ月で。それを継続しなきゃいけないじゃん、はい、学んだことを反復練習して、はい、考えなくても言われなくても動けるようにしなきゃいけない、ね、それが1ヶ月でできないか。そんな1ヶ月できるわけないじゃんそっか、そもそも、はい、そんな1ヶ月で、うん、しかもよ個人家庭教師じゃないから付きっきりじゃないからね、はい、あそっか、そうですね、全部見なきゃいけないじゃん、はい、その人に付きっきりじゃないから、うん、こっちも選手も全部見なきゃいけないってなった時に、うん、そんなのマンツーマンじゃないじゃん、はい、時にはマンツーマンのことあるかもわかんないけど、うん、四六時中マンツーマンじゃないよね。時間足りないですね、そう思ったら、うん、だったら、うん、そんな1ヶ月で習得できるわけないわけ、はい、だってその人が習得できたの1ヶ月で習得しましたかって話じゃん、うん、そのね、教えてもコーチだって、はい、それ何年もかけて習得してきた技術でしょ、うん、それを継続してやるから意味があるのに、はい、その継続するのも自分で理解して修正できるようになるまでは誰かに見てもらわなきゃいけないじゃん、はい、その見てもらう人がその理屈が分かってないと意味ないんだよ。そうですね。え、じゃあもう臨時コーチじゃなくて普通にコーチにならないとダメですね。もしくは臨時コーチをめっちゃ勉強するコーチがいる。あー、なるほど。コーチの人がもうめっちゃ勉強、選手以上にもう付きっきりで、はい、ここですって勉強しなきゃ。で俺らもそのなんかあの少年野球教室よく行くけど、はい、あの選手にもああしろこうしろって子供たちに教えるけど、はい、分かんないじゃん、うん、結局ね。しかもそれを今日言ったからって、まあ臨時コーチはね、まあ2週間から1ヶ月ぐらいいるかも分かんないけど、はい、まあ野球教室は1日だから、うん、まあ同じ物差しで測るのはどうかと思うけども、はい、俺らはだから指導者の人に教えるのよ。子供に教えてるつもりで指導者の人にも教えるわけ。なるほど。だから最後質問ないですかって言うと、子供がなかったら指導者の皆さん何でも聞いていいですよっていうわけよ、はい、それなんでかっていうと、子供たちより指導者の人にちゃんと聞いといてほしいわけ。考えてみたらそうですね。これから教えるのはその指導者の方ですもんね。そう、その指導者が四六時中選手について教えていくわけだから、うん、俺が子供なんて言ったって忘れてんだから、はい、楽しかっただけなんだから、うん、でも俺はそれでいいと思ってるわけ、うん、野球教室なんて楽しかった、これでまた頑張ろうとか、うん、なんとかさんに教えてもらったっていうことがね、子供もかく分からなくてもその経験が未来のためになると思って俺は大事だと思うけど、うん、指導っていう部分は指導者の人に聞いといてほしいわけ、はい、だから臨時コーチも一緒、うん、来た時に選手がもちろん分かるのも大事なんだけど、当該コーチがより選手以上に理解しないと意味ないわけ。うん、そうですね。だから臨時コーチの役割は、はい、その担当コーチがその臨時コーチからどれだけ吸収できるかが勝負なんだよ。ああ、確かに。だからそこのコミュニケーションとかもめっちゃ大事よ。大事ですね。うん、そこが分かってないと、はい、正直来た意味ないよ。いや、もうちょっとそう思いました。納得です。そうですね、うん、だって継続できないんだから、うん、だって教える人たちがそれ理解してないから継続させれないじゃん、はい、で選手が勝手にやってても、うん、え、何やってんだろうこいつ、あ、いや教えてもらったことやってるんだろうけど、うん、え、これでいいかな、はい、え、でも結果出てないけど、うん、こうじゃないんじゃないって逆のこと言い出す可能性あるじゃん、はい、そうですね結果出なかったら、はい、でその選手がじゃあその臨時コーチにものすごくいいものを得て、うん、すごいなんか、あ、これいいかもっていう気づきがあったとして、うん、でもその臨時コーチがいなくなってから、あれ、なんか今って合ってるのかなと思って、そうそうそう、逆になんか崩れてっちゃったりしないかな。 その時に修正して、お前よ、誰さんから言われたことお前できてないよ、ここもうちょっとこうだったじゃん、うん、あ、そうでしたねって修正してやる人がいるわけよ、はい、でもその修正係が分からなかったら修正できないじゃん、はい、うわ、めちゃくちゃそこのじゃあコミュニケーション超大事ですね。だから選手以上に当該コーチの方が大事なわけよ、うん、はい、だって継続してやらせなきゃいけないんだから、うん、だから当該コーチが一番臨時コーチに勉強しなきゃいけないから、うん、キャンプ中その当該コーチがその臨時コーチで来た人の近くに四六時中いなかったら正直もう意味ないのよ、うん、そうですね。それかよ、はい、じゃあ俺だったらね、はい、もしじゃあ山中さん、俺はまあ毎回名前出すけど、はい、俺の師匠のね、はい、うん、じゃあ山中さんに、うん、じゃあ山中さん、ちょっとうちのチームの臨時コーチキャッチャーで来てもらっていいですかって言って、うん、で来てもらったら、はい、同じ考えだから、師匠だからね、はい、だからあの山中さんの言うことを俺が反目することは絶対ないわけ、はい、で俺が忘れてることの気づきを山中さんに教えてもらうわけ、はい、あ、そうやそうや、それ忘れてたとか、うん、あ、また新しい技術手に入れてきてるやんとかしてるから、うん、俺も勉強してそれが継続的に選手に行けるわけじゃん、はい、うん、だからその師弟関係だと一番楽なんだよ。そうですね、うん、でも師弟関係じゃない場合はそこの関係性は良好ですよねっていうあの人間関係じゃなくて知識の良好さはありますよねっていう、あと言ってること分かりますよねっていう、臨時コーチが来て言ってることなんとかさんコーチ分かりますよねっていう、そっちの方が大事なんだよ。そうですね、
ね、山中さんだって山中さんのその言ってるのを聞いたら理解がすぐ、ね、全部できるわけよ、うん、で何やってるか何やらしてるかも分かるから、うん、ああこれやってやったとか、うん、もっと新しいの習得してきてるとか、うん、ああそれいいねっていう、あその練習やったんで忘れてたっていうのもある、ね、気づきもあるかもしれないけど、うん、だからそれぐらいのコミュニケーションっていうか、その知識と意識との認識の共通がいるわけ、うん、当該コーチと認識コーチは、うん、臨時コーチはね、いやそう思ったら、じゃあただ実績あるからもう臨時コーチに呼んどこうみたいなのだと本当になんかむしろ危ないかもしれないですね。そう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 、うん、でしかもそれただあのメディア向けとか表向きっていうだけだって、はい、中にはあんまり浸透しない可能性もあるし、うん、そうですね、意味があるかどうかは、はい、そのコーチの人次第だと思う俺は。じゃあこの動画はコーチの方に見ていただくのが一番いいですね、うん、あとはまあファンの人見てもらってキャンプに常にその臨時コーチの人に張り付いて当該コーチは一緒にいるのかなとか見てもらえる、ね、あそうですね、うんうん、まあ、常に常にね一緒には入れないけどね、うん、なるべくそうやって一緒にいるのかなっていうのを見てもらいたいし、はい、でもしいいんだったらよ、うん、え単発ですかみたいな、毎年読んでもいいんですよっていう、あだからもし阪神とかだと、うん、山本マスさんが去年阪神の臨時コーチ行ったじゃない、ね、うん、そうですね、うん、今年も行ってもよかったよね。いやそうなんですよね、でも1年だけだったりするじゃん、うん、1年のそのいいんだったら毎年呼べばいいのに、うん、とかで、まあ、それででも藤浪投手がすごい良くなったりっていうねきっかけもあったかもしれないですからね、うんうん、そう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 、そこら辺もね、まあ、でもそれって球団の意向ですもんね。そうそうそう、うん、だからそういいんだったら毎年、うん、まあそれね相手もあるんで、うん、いけないって言われるかもしれないし、はい、言ったけど、じゃあまあ阪神の山本昌さんの場合は、うん、タイガースが山本昌さん言ったけど、うん、山本さんがちょっとスケジュールが合わなくていけなかったんですかも分かんないし、はい、逆にもう2月終わったあたりで来年の2月もお願いしたいんでお願いしますって言えばよかったのになっていう思いもあるし、うん、それを臨時コーチだからって言って単発で終わるのもなんか見せてるだけみたいな感じにも捉えるわけ、うんうんうん、だからそれだったら毎年呼べばいいのに、もしくは呼んでみたけどあんまりだったなっていうのもあるかも分かんないよね、はい、でもそれは事前のコミュニケーション不足ですよね、うん、そうですね、うんうん、確かに臨時コーチそうしたらね毎年毎年入れてまた確認をさせる、1年後の確認をさせるとか、そう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 、うんうん、っていうのもあってもいいんちゃうかなって思うんですけどね、うんはい、そう単発だけじゃなくて、そうですね、だから臨時コーチがいいか悪いかはもうそれ次第よ、良くなる可能性ももちろんあるし、そうそうそう、めっちゃ良くなる可能性もあるし、うん、もう正直チャーニゴス程度で全く意味ない可能性もあるし、うん、まあそれはね、まあどうなのかっていうね、もちろんマサさんのその指導の方をその阪神のコーチがこうやってやってるんだって習得して、もそれで OK ってなってる可能性もあるわけですよね。うん、そうだけど、でもそのコーチも確認しなきゃいけないじゃん。確かにそれもう一回確認しないとです、うん、どうですね、そんなね、うん、たかが数週間で全部理解できないじゃん、はい、俺もそうだけど、そうですね、うん、だからそれはまあどうなるのかね、その人たち、うん、たちの、はい、まあ、問題だとは思うけど、うん、だからいいんですかね、どう変わりますかねってよく聞かれるけど、だから俺はこれを毎回同じ話するだけ。あ、そうなんです、ね、全員に同じ熱量で、はい、もう何この話も、はい、もうそのいろんな人たち、うん、メディアに出ないいろんなところで、はい、あの話したことを今言ってるだけ。一応でも初メディアですね。うん、そうだね、初メディアだね、まあ、ひょっとしたらどっかの取材で出るかもわかんない、はい、もうあの言い過ぎてどこで言ったか忘れるわけそうなんですか、へえー、まあでもそう思って、じゃあ今年のキャンプどう、ね、まあ見てもらうと ね、まあ、楽しいかなと思います、うん、はい。